皆さんこんにちは。ようこそ英語ファイルへ。今日も表現力どんどん上げていきましょうね。今回の単語は always なんですが、結構使うのにもかかわらず意外とまだやってなかったんですね。さて、今からクイズに挑戦していただくんですが、今回の上級編は高校生ならば一度は見たことがあるかもしれませんということで、今までクイズで全問正解したことがない人、チャンスかもしれませんよ。ではやってみてください。どうぞ。はい、どうでしたか？早速解説を始めますね。まず一つ目のフレーズは at all times、 常にっていう意味ですね。ではまず always を使った文章を紹介します。 You must always have your license with you when driving。 運転しているときは常に免許証を携帯しなければならない。ではこの always の部分を書いていきますね。こうなります。 You must have your license with you at all times when driving。はい、こんな感じに変わりますね。さらに気づいたと思いますが、 at all times という表現はだいたい最後の方に回すことが多いです。ではもう一つ見ていきましょう。 It is sometimes difficult to always be positive。 常にポジティブでいることは時には難しい。では always の部分を書き換えるとこうなります。 It is sometimes difficult to be positive at all times。 ちなみに difficult という単語を使いましたが、いい会がすぐに思いついた人はなかなかの表現力の持ち主ですよ。思いつかなかった人はぜひレッスン2を見てみてください。では2つ目の表現いきましょう。 Never fail to、 必ず何々する。直訳すると絶対失敗しないわけですから、必ずやるっていうことになりますね。では例文見ていきますね。 Disney movies always attract attention。ディズニーの映画は必ず注目を集める。そして言い換えるとこうなります。Disney movies never fail to attract attention。ディズニー映画って少なくとも名前ぐらいは聞いたことありますもんね。ではもう一つ例文を見ていきましょう。剛新庄 always entertain the audience。新庄剛さんは常に観客を楽しませた。これを言い換えるとこうなります。剛新庄 never fail to entertain the audience。 新庄さん知らない人ぜひ調べてみてください。さあでは3番目いきましょう。 make it a rule to、 必ず何々しようとしている。どうですか、このフレーズ教科書で見たことないですかね。直訳するとルールにしてるので守らなければならない、だから必ずしようとしているっていう意味になるんです。では例文を見ていきましょう。 I always make sure to read a book every week。私は必ず毎週本を一冊読むようにしている。ではこの文章を直していくとこうなります。I make it a rule to read a book every week。ということで、まあルールにするぐらいですから、自分にとってすごく大切なことだっていうことも伝わってきますね。じゃあもう一つ例文を見ていきましょう。Successful people always make sure to greet people with a smile。成功者は必ず笑顔で挨拶をするようにしている。では書き換えるとどうなるのか見てみましょう。Successful people make it a rule to greet people with a smile。 これも心の中に決めてることだっていうニュアンスが伝わってきますね。では今回学んだ3つのフレーズを振り返ってみましょう。1番目 at all times、 常に。2番目 never fail to、 必ず何々する。3番目 make it a rule to、必ず何々するようにしている。はい、ということで今回のレッスンは以上です。新しいフレーズをね、知っただけではもったいないので使ってみてください。 You should make it a rule to use these phrases as much as possible。 それでは皆さん、 I'll see you in the next lesson。